はい、工房節の長手です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今日はですね、はい、引きこもって制作しなくちゃいけないんですけど、市場に来ております。まだ下見ですね。まあすごい土地が出ているということを情報をね得ましてね、ちょっと見に来ました。はい、協力証がつくようなやつですね。うん、幅、これは木裏ですけどね、幅が広い方、80センチから90センチぐらいありますかね。1メートルないと思いますね。はい、木としては目いいっすね。久しぶりにこのクラスの土地出たんじゃないんでしょうか。まあ原木ね、1本結構すごいでかかったんですけど、はい、原木の値段とかもね、あの市場僕は来ているので知ってはいるんですが、それがこのように、はい、なって、この辺が3番玉、木すごく長いでしょ。でそれを切って、まあ、一番いい根元の方からいろいろ切っていって長さで、これが 3つに割ったやつの一番上ですね、細いところ、そんでもかなりいいんじゃないんでしょうか。はい、そしてこの辺が2番玉、2メーターぐらいに切ってますかね。でこの辺幅広、特に白いやつなんかはもうテーブル材として、はいですね。まあ今テーブル材といえばトッチの縮み木って言われるぐらい、もう土地バブルって言われるぐらいね、土地が人気なんですよね。昔は本当にどうでしょう、欅だったのがだんだんウォールナットとかね、桜なんかはねあんまり大きいのが出てこないのでね、まあやっぱりそれなりに数が出てくるもの、量があるものっていうとやっぱり欅、そして外材だとウォールナット、そして土地も人気はあったんですけどね、まあ今はもう桁外れな値段になっております。はい、もう20年前の何倍、20倍とか30倍とか、ものによってはね、そんな値段でございますが、はい、昔は土地はねどうしてもね柔らかくって、まあ、オイル仕上げとか流行ってた時代があったので、まあ、汚れが入るとか傷がつきやすいとかっていうのがあったんですけど、今テーブル材にするとねウレタンですね。はい、ウレタンの中でもねいろいろ種類があって、だいぶ硬くてね綺麗に仕上がるものがねやっぱり出てきてますので、どっちもねあのテーブルとしてねしっかり使えるようになったっていうのも大きいのかなと思っております。まあこんな感じで、まあこうやって細いやつでもがっつり出てますので、この辺はもうギター屋さんが買うでしょうね。この辺だとちょっとテーブルにはならないんでね。でこいつが一番のメイン材ですよ。約3メーターですね。これ木表、真っ白、ですね。手で、こんな感じ。強いっすね。めちゃくちゃすごいっす。はい。この一番玉がね、こっちにもありますが、はい、もう一つ幅広いやつからね、まあ、2枚真っ白、あとはちょっとねもうすでに赤みが出てきますが、この辺マサメね綺麗ですよね。そうでこれで反対側にありますね、木の反対側、まあ、また白いのが3枚出てきてます。こっちは本当にいくらつくんだろうね。市場、このまだ生なんですけども、昨年でできた木ですのでね、まあ2年、まあ土地はわりかし早いといっても、まあこの大きさだとやっぱ2年ぐらいは乾燥させてっていう感じでしょうか。まあこの辺のこの幅ですね、よし、長さもあって、カウンター材とかね店舗さんとかホテルとかね、まあそういうところに行く材なんだなっていう感じでしょうけど、はい、ね、まあ多分
仕上がってカウンター材で仕上げると1枚何千万っていうカウンター材になるっていうことですね。なかなか久しぶりにこんないい土地でできたんじゃないですかね。うん、これが名目床だっつって、幅1200ぐらいあるのかな。まあそんな感じです。まあということで、他にもまあいろいろ出てるんですけどね、今月は3月の岐阜名協の市場は結構大きい市場なのでね、結構集まってきておりますので、はい、他にもいろいろ見ていきたいと思っております。よろしくお願いします。